Our research is making significant progress. Mitsui and I were married today. I named the baby boy Anthony. Let's party.三部作ではないですね。一回一回作るごとにこれで終わりだと。一作一作、最初の鉄道はなんかエロティックな映画を作りたくて始まった。まあ映画のデザインとして SF ホラーのデザインし、SF ホラー。それをパート2の時はアクション、サスペンスアクションみたいな。で、パート3に関しては全然違うモチベーションで、鉄道アメリカを作らないかとアメリカの会社に言われたのがきっかけで、それをいろいろこねくり回した。これは最初はですね、アメリカ映画をたくさん見て育ったので、アメリカのニューシネマとか大好きでしたし、あまりに結構たくさん見てるのでニュアンスっていうのは自分も分かると思ったんですけど、やってみたら全然難しかったっていう。だから一回作ってからやり直しをもうしたんですけど、映画を一回できたんですけど、その後もう一回やり直したんですよ、いろいろ。映画をだからもっと本当に他の俳優さんの人もより英語がもっと良くなるようにして、最初にアメリカ映画を作んないかと言われてそれに乗ったのはまさにそうですね。鉄道をアメリカのお客さんにして派手に暴れ回りたいって、これはもう8ミリ映画を僕学生の時から始めてるんで、8ミリ映画ですと自分でやるのが当たり前だったんですけど、やってるうちにその全部のパートが自分が好きになっちゃった。監督としてこう指導するというより自分で全部をやりながら映画そのものを、特にこれっていうのはないんです。映画全体がもう映画と、普段がいい人なので映画の中ではそういう真逆のことをやって自分の気持ちの調整を図りたいんです。最後また入っちゃって映画の中、僕が最後この映画の中でぐーっと鉄の中に入っちゃうんですけど、僕の役が、はい、それでその後、そういうこうなんか僕が最後死なないで終わっちゃったから、最後こうかなんかが続くのかって、そういうことをまあ今作るとはちょっと言わないんですけど、今まで鉄道3も17年間も作るって続けてきて、ほとんど嘘つき呼ばわりされるって手前だったんで、また17年作んないとまた嘘つき呼ばわりされるって続いちゃうから言いませんけど、確かに作ろうと思えば作れるという余韻を残した。でまた想像するといろんな面白い話ができるわけで、全部あっても全部今言ってること間違ってるかって言ったことはなくて、ブルーバックで CG を全く使ってないことはないんですけど、細かくは使ってるんですけど、こう基本的に CG で何でもやろうぜというのはない。お芝居をブルーバックでやるとお芝居役者さんのエモーションはなくなっちゃうので、なるべく本当の空間をそれで作ってやるという。これはですね、鉄道2って17年前に作ったやつは最初僕がデザイン描いてたんですけど、実際造形した若者たちが独創的で結構僕の描いたのと違う鉄道を造形しちゃったんです。でその時のアイデアが自分で出したアイデアにまだ未練があるものですから、その自分で描いたやつ、実を言うとそれにかなり近いやつを、自分で描いたやつを今度自分で粘土で造形して10種類だんだん変身の過程を自分の僕が、はい、それを映画にした。テクノロジーを、昔の SF 映画はテクノロジーを何て言うんですかね、最終的にはこうあるアイロニーでテクノロジーってあんまり進歩しすぎると怖いねっていう映画だったんです。昔っていうのは自分が映画を作る前は、はい、
僕が映画で使ってるのはそのテクノロジーが怖いんだけどやっぱり便利でいいものであってそのなんか葛藤があのテーマになって好きだしいいんだけどうかうかしてるとそのテクノロジーに負けて食べられちゃう。そのこういっぱいありますね。ものすごい作りたくて絶対作る映画もありますしできないかもしれないけどやってみたいなっていうのもあってできないかもしれないけどやってみたいのは怪獣映画とは全く撮ろうと思ってるわけじゃなくてすごいプライオリティが高い絶対やるのに比べるとちょっと低いけどやりたいってぐらい、ね、いつかワンデーって感じですかワンデーファイナルカット、はい、ただアトム探偵1と2とこのバレットマンは共同で編集してますそれまでは僕は一人でやってて助手がいるだけだったんですけど、はいはい、最後の映画3本は助手というよりはもうちょっと任せるって鉄道ザ・バレットマンに関してはもう一回やり直したところはもう完全に違う昔は自分が映画作ると8ミリ映画とかって言ってもお金がちょっとかかりますし、はい、人に見せようと思う映画作ると16ミリ映画になっちゃうので、はい、映画を作るっていうと結構すごい覚悟がいるんですけど今はビデオとかであるので、うん簡単に始められるから非常に恵まれた時代なので映画作ることは本当にある種簡単なわけですからとにかく始めるのが一番いいんじゃないかあまりこのあーだこーだ悩みに監督好きな監督からですよはい監督は黒沢明監督黒沢監督まあ、チンスコ選手日本代表黒沢監督2番目の日本代表は今村翔平アメリカ2番目は、リドリー・スコット最近はちょっとしか見なくなっちゃったのでアバターを堪能しましたその 3D にね You should do 3D テツワああ、イエーイ本当入っちゃうでしょ、見たらお客さんゲロ入りますYou wouldn't want that. That would be. Oh my God. 3D でしょ。3D じゃなくても吐く手前なのに。3D にしたらみんなゲロ。Beautiful.